界には7000万人の手話する人がいると言われています。頭の中は手話で考えているわけですね。でも手話で考えているものが常に出てくるとは限らないわけですね。何か問題が起きているんだけれども、そんな大きな問題じゃない、ただ情報が得られない、まあ、そういうことが多いわけですね。まあ、そういった社会の中で彼らは生きていて、まあ、そこというのがものすごい彼にとっては、ギャップを感じる場所、すごい、まあ、ストレスを感じる場所なわけですね。私たちはスリントというサービスを作っています。これは世界で最初の手話のキーボードを搭載したクラウド型の手話の辞典です。ろうの人にも聴の人も関係なく、手話から日本語、そして日本から手話、どっちにもいけるという辞典だというのが特徴です。そういう意味で聞こえない人にとって何かを聞こえる人に伝えたい、頭の中では日本語になってるんだ、日本手話になってるんだけども日本語で伝えられないときに、このスリントを使っていただいて、その単語を出してきて、で伝える。手話を構成する要素というのは大きく4つあります。1つが手の形で、もう1つが手の位置、そして方向と動きという4つの形があるんですね。我々の場合はキーボードを作る必要があります。この2つ、手の形と手の位置から目で実際に見て動画をで選べるような、まあ、そういった仕組みを作っているということですね。2つ目が、新しい単語が生まれる。例えば会社の名前だとか、製品、有名な、まあ、著名人の名前だとか、まあ、そういった人たちがサインネームを持ってないという問題があると。これを、まあユーザー、まあ、聞こえない人たちみんなで、投票したりとか、まあ、自分で動画上げたりとかすることによって、オンライン上のプラットフォームでそれを決められる。で当然我々は今は現在は日本国内だけでやってるわけなんですけども、日本国内だけにとどまらず世界各国に行きたい。現在発見されただけで126個の手話が現存しているというところですね。それによって世界中の手話がつながることができる。それがまさにブリッジになるというふうに考えています。将来的に目指していきたいもの、それはやはり、まあ、ソーシャルインクルージョンと言われますけれども、やはり聞こえる人と聞こえない人が対等なチャンスを持つ、対等な機会というものを得られる社会だと思っています。